長野県道84号乗倉岳線は、長野県松本市安住の前川渡るを起点として、岐阜県高山市入川町、岩枝谷の乗倉岳まで至る県道である。乗倉高原よりも高標高側では特に、乗倉エコーラインとも呼ばれる。2003年以降、三本泣きゲートから、先の区間は、バスタクシー、緊急自動車、 自転車以外の一般車両の通行が通年で禁止されており、夏季には乗倉高原から畳平までの区間、代替シャトルバスが運行される。また、旧暇村乗倉高原から先の区間は冬季通行止めの期間が設定されている。5月から7月の山スキーの季節には、中腹の位が原産層までアルピコ交通のスキーシャトルバスが運行される。なお、 通行止め区間をゲートを開けて運行するため、通常の路線バスとしては運行できない。そのためこのバスは、海援制、スキーバス扱いとなっており、方向幕も、海援バス位が原産層と提示されている。岐阜県と長野県との県境の標高2716メートル地点の折倉岳畳平地域の公共交通機関の車両が走行する最高地点は、 乗りくスカイライン終点の畳平駐車場ではなく、ここのりくエコーラインの長野県、岐阜県県境地点の標高2716メートル地点で、ここは日本の公共交通機関車両が到達できる最高地点でもあり、日本一高地を車両で通行できる県道として知られる。2003年以降はマイカー乗り入れ禁止となったため、かつて 前川が到達できた最高地点でもあった。起点の前川渡るは、長は渡るダムのダム湖に向かって切り立った崖の中原に、あり、乗倉竹線に入るとまずこのダム湖にかかる前、川旅大橋を渡ることとなる。さらに進むと、乗倉高原のほぼ中央を、西から東へと縦断し、旧河村乗倉高原、さらに三本泣きゲートへと至る。 三本抱きゲートからは乗りくらだ岳の山腹を細かくカーブしながら登り山頂直下の畳平付近で岐阜県道5号乗り倉公園線と交わる関係車両のみ通行可能な高地としては乗りくらだ岳のマリシテン竹山頂にある乗り倉コロナ観測所が標高2872メートルで日本一となるまた法令上の日本一標高が高い県道になると 静岡県道152号富士公園太郎防線の富士山頂付近がある。なお、現在一般の前川が到達できる最高標高地点は表富士周遊道路終点の富士の宮口5号目となっている。ありがとうございます。